久しぶりに靴履いて外出ると歩き方分かんなくなってる時マジで焦るんだよな。<laughs> ないないな言いすなぎ、<laughs> ないないすぎ、言いすぎ,ぎ,ぎ。<laughs> い,やいや、歩き方が分かんないはちょっとあの過剰な言い方だけど、<laughs> その、歩いてる時に足に違和感を感じる。歩いてる足に。<laughs> なるほどね。ないない, <laughs> な,いないのかよマジで <laughs> ?3 歳正直。違和感が3歳。ありえんやろ。歩かない日ないでしょう。<laughs> で、こういう話になるとヘルスケア見るとわかるんだよな。あ、でも今年結構歩いてるな、俺。今年、非平均1475歩も歩いてる。2021年、非平均640歩しか歩いてない <laughs>。<laughs> <laughs> それコンビニも行ってなくないですかえええ,え歩数が今俺ハイライトっつって燃えてるもん。ブワーって火の膜ついてる。今オーファイアしてる。オーファイアしてる。<laughs> あなた今年めちゃめちゃ歩いてます1400歩。<laughs> 俺ヘルスケア開いたら一番最初に <laughs>、うん、騒音レベルが95デシベルです。<laughs> このレベルの音に10分でもさらされると聴覚が一時的に <laughs> 失われます。俺今,日 <laughs> 俺今日原神でガチャ引いた時111デシベルの声出てたらしいです。<laughs> やば <laughs> すぎ <laughs> それがどんくらいなのかわかんねえよ111デシルで多分飛行機っすね <laughs> <laughs> うるさすぎだろ <laughs> あでも俺引っ越してからめちゃくちゃ歩いてるわちなみに前の家の時は本当に1日50歩とかしか歩いてなかったそしたらね今ね280歩とか歩いてるわ外出てねえのに音量のやつとか俺出てこないなヘルスケやマジでうるさい時に警告で出てきもするそれアップルウォッチがいきなり震えるんですよね <laughs> うるせえっつって危ないぞみたいな <laughs> 危ない,いこれ俺の声だやと思うなヤバすぎる本当に家の中で1日中配信してる日は携帯をそもそも持たないからなんかああまあカウ,ななカウントされてないそれはあるだって2本の日ある <laughs> <laughs> それ絶対起きた時に時間確認しただけじゃんもう2本って2回しか携帯動いてない <laughs> <laughs>